あ、次出たの軍師ノバ。ノバさんのチームはどうする。あ、オズがなんかノバに指揮を出すとか言ってるが、あの軍師に軍師に指揮を出すとはどういうことだ。なんか悩んでるぞ。お、イオリを取った。ノバさん、イオリを使えるのか。さあ、これがオズの指示のイオリなのか。どうした、ジャンプリー、しっかりしゃがんでてる。ノバさんがなんか悶絶してる。苦しそうだ。あー、通らない。すごい当たり方、後ろ向きジャンプも出た。さあどうする、ここから。お、ここはしっかりガード。ノバさん苦しそうだ。ジャンプリー、遠距離ジャンプリー。あ、しっかりしてる。ノバさん苦しいですね。フライングドリル。オズがなんかタイガーパコと出せとか言っているが、こんな無茶な話はやめましょう。本当にジャンプリー、あー本当にうまいこの人。お、なんかまたダブルアップか。すごいの育って、あー、これ決まっちゃいましたね。決まったな。さあ勝ったのは塾長さんのベニマル。このままベニマルが3立ててしまうのか。てかすごいオズさんの煽りが本当にやばい。タイガータイガーとか意味わかんないこと言ってるんですけど、この人やばい。あ、あ、今のがタイガーアッパーカットらしいっすね。どうやらタイガーアッパーカット、あ、盛り上がってきた。タイガーアッパーカット、もう一回アッパーカットやるのか。お、走り込んだ。さあどうする、何気にノバさん苦しそうだ。あ、使った。さあ完走できるのか。お、今度は完走した。さあどうする、ノバパナス。お、あれ殴れないんだあれで。お、タイガーパカとかまた刺さって、あ、次はタイガー2とか言ってるが、多分砕けるのことか。これタイガー2が出るのか。これタイガー2出るのか。お、出た、タイガー2。まげ、あ、タイガーパカと、タイガーパカと、タイガーに、あー、ぶっちゃけこれオズさんのせいで負けましたよね、本当に。いや、これオズさんのせいですよね、先般ですよね、本当に。あ、これ出てくるのはオズ、塾長対オズ。さあオズはチームはいつも通りか。お、取り方もいつも通りだ、この前と違うぞ。ここで早くもオズが登場。先方は多分ベニマル対ヒナコになるが、この勝負どうするのか、オズはどうするのか。一体 D ボタン押されてるぞ。またジャンプ D、 ジャンプ D、 遠距離 D。オズが苦しそうだ。またジャンプ D だけだ。ジャンプ D と遠距離 D。 D ボタンしか押してないこの人、本当に。ジャンプ D、 あ、吹っ飛ばし、フライングドリル。まだ D ボタンですね。あ、どうする、壊して、オズのターンが始まるか。オズの真剣勝負が始まる。お、なんだか脱出。オズもジャンプ D、 遠距離 D。 ジキション直将さん、なんかガーキャンとか逃げましょう。オズがミスる。さあオズ苦しくなってきた。早出しした、勝ったなオズ。あ、真剣勝負素晴らしいですね、本当に。なんか言ってますけど、さあ中堅ジョン対相撲かなり苦しいオズさん、なんか今ミスったっぽい。あっ、オズさん魂のキャラが負けてしまった。てかレバーのせいにしてるぞ。レバーのせいにしてる、初期さんのせいにしてる、本当にひどいこの人。さあシワシワ、なんかうざいがよく見てる。
死投げ、うつ伏せダウンだよ、うつ伏せダウンだよ、汚い、早い、シュワ、あーよく見てる、おうさん落ち着いてますね、ズーズーしか荒らすがダメ、おうさんなんか叫んでいる、大シャラー、まだおうさんまた冷静に見てますね、また大シャラーとか話すんですかね、おうガーキャンが無難に倒していく、あ今軍師ノバの指示が入りましたね、なんなんすかね、さあ山崎大将対中堅の、あー厳しそうだ、シャー、お遠距離、シャー、ガキはしないのか、ジャムシー、あまた反射、なんか森田っぽいけど助かった、ジャンピー、どうする、荒らしに行く、ドスでもいいんだよ、また前へ、あおっさん今スパキャン入力してたけど今絶対漏れましたよ、今失敗しましたよねスパキャン、さあどうする、暴れる、ジャンプリ早い、おっさんも早い、お互い早い、さあ大将戦ちょっと山崎ヒットポイントがないぞ、これおっさんが謎に壊しを連打しているがシャア対策か、おっさんの壊し、おっさん壊しダメじゃないですか、おーあーっとこれはおっさん、おっさんやばいよ、おっさんし、おっさんナメプレイやめましょう、本当に、それだけ、あーおっさん本当に、そしてあーおっさんひどいっすね本当に、さあおっさんはナメプレイをしていないと主張しているが俺の目からはどう見てもナメプレイ、おっさんの弁明が見苦しい本当に、さあ副所に出てくるのはノビ、ノビ対オズ、先日行われた地域対抗戦だとこのカードはオズさん勝っているけど、いや大将俺です、あ当たりましょう、あノビさん練習中の相撲を外してなんかキングが復活してる、あオズさんもさすがに小津さんもここら言いますね、相撲がいないぞって猛抗議ですよこれ、さあどうする、アンディ対相撲、かなり相撲が苦しいけど、小津さんが軍師の場に策を求めているが軍師は一言頑張って、あー小津さん苦しそうだ、軍師の策がないと苦しい、これおずさん頑張ってよ、本当にあいつ倒してよ、本当にあいつずるいんだよ、本当に倒してよ、おずさん頼むよ、おずさん頼むよ、勝ってくれ、本当にあいつ汚ねえんだって、わーって汚ねえよ、ほらおーいいよ、おずさんいいよ、おずさん頑張って、本当にはい、あおずさん苦しい、苦しい、死ねが外してる、しっかりしてる、でも時間もないよ、どうすんの、あー使っちゃった、うわぁ、おでもいける、いける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 、おいどうする、あーまあ今のボタン聞いてねえとかおじさんがなんか言ってますけど、プロゲーマー職人どんだけ追い込みかければいいんでしょうこの人、本当に、さあ先方アンディ対中堅ケダッシュ、ケダッシュはゲージないぞあんまり、この子しっかりしてんの、伸び落ち着いている、冷静に立ち回って、ノビはゲージを溜めつつ時間を使わせるような戦い方をしたい、なんかミスったっぽいけど、おまた闇の店がさあ勝ったのはオズ、
中堅キング対 K ダッシュ。おじさんはこのカード結構得意としてるっぽいけど、ノビは自分でなんかキングズ働かないんだよねとか言ってたんですけど、なんか今日出てきた、働かないキングが出てきた。さあどうする、働くのか、 3K 働くのか、誰が 3K 最強かっていう見せてやりたいところですね。本当に 3K の代表のキング対 K ダッシュ。さあどうする、おオサはしっかりしてる。遠距離だ、ずずしくダブルいくが、これをとがめられる。青切符強い。あ、ずずしい、これもずずしい。がダメだ。さあ勝ったのはオズ。さあのびちゃんの魂か分かんないけど、なんかかなり得意としているパワーが出てきた。オズがなんかゲージを無駄に使う。ネームスにゲージが残んないぞこの人、大丈夫なのか。さあどうする、ゲージを溜め始めた、またしっかり見てる、溜めてる。お、走り込む、チートチート言ってる。いやチートじゃねえから、あのしゃがみし。あ、差し合いに負けてますね、飛び道具の差し合いに。K ダッシュがなんか漏れた。俺を誰だと思ってんだと、オズが一言、あなたはジャパンのオズさんです本当に。さあゲージがちょっと足りないネームが出てきた。はたや4ゲージ近いパオ、ガーキャン寝たらでも死んじゃうぞ。あ、ずうずうしく貫け貫け貫け、遠距離し、サイコボール、お、当たんない、なんだ当たんない。あー、これは来たんじゃないか、ほら来た、さすが汚いノビ。俺にもこれで殺されたん、いや、ノビさんさすがっす、味方にすると頼もしい。本当にこの汚さ見てください、おじさんも死にましたよ、あの汚い、あの奈落で。俺も奈落で死にましたからね、この前の第2回で。ほんと汚いよ、全部あれだもん、全部それじゃん、すぐそれだもん。さあ大将で出てくるな、初期初期のチームは今回はどうするんだ。ほんとにまたダイモン出すのか、待ってか、のびちゃんあれ相撲取ってる、分かってますね、最後に取るとか。ちゃんと絵が残るんですよ、最後に取ると。のびちゃんできる子だな。ゆり、お、正気さんまで、え、正気さん大丈夫なんすか、あなたどうすんの、正気さんどうすんの。お、同キャラ、相撲同キャラ。目下練習中ののびちゃんの相撲対大丈夫なのの初期さんの相撲、死投げ、初期さん画面は背負っちゃったね。あ、苦しそうだ、初期さんしっかりしてる。さあどうする、すごい、なんかすごい微笑ましい対戦だ。おお、のびちゃん、おお、まあ後出し有利ですよね、それは。のびちゃんがはーとか言ったぞ。お、ずうずうしい掛け投げ、のびちゃんかぶせる。初期さんがなんか謎のしゃがみしをどんどん出しているが、さあのびちゃんのターン来た、このまま勝っちゃいそうだが、ミスる。さあどうする、どうする、どうする、どうする。お、寄り切り失敗か、今の多分そうだよね、俺も出ちゃうんすよね、あれ動画で残ってないか、俺もあれでミスってのびちゃんに負けたんすよね、この前。さあ初期さんかぶせる、のびちゃん初期ホーキー、お、すごい噛み合った、のびちゃん使っていく、
こは無難に倒したいと思っているのかな多分。お、いい勝ち方ですね。さあ、中堅戦アンディ対ユリ。お、なんか謎のダッシュが。さあどうする。言ってないけどね。さあ、初期がえいえい言ってるだけでなんかのびちゃん苦しそうだが。初期さんなんか落ち着いてますね。おお、汚いこの人。さすが初期さんだとオズさんが言ってますが、やっぱ青切符違うらしいっすね。僕も青切符持ってないんで、本当すいません。弱すぎて、ゴミすぎて。さあ奈落踏みつけ、これが見えない、汚い。お、強気の前転、百列ミンター。お、謎の漏れ。さあどうする。のびちゃんかなりいい勝ち方になりそうだが、サイコボール。おー、取った。初期さん恥ずかしい恥ずかしいとか言われてる、煽られすぎだ。初期さんこれやばいっすよ本当に。さあパオ対かすみ、どうする。初期さんこれやり込んでるのか。あー、初期さんこれ危ないっすよ、どうすんの。お、しっかりガード。お、走り込み、サイコボール、サイコボール。初期さん落ち着いている。うわ、お、すごい足が強い。スパキャンはしない。さあどうする。お、強気に攻めたが逃げられた。ガーキャンネタ失敗しちゃう、どうする。うわ、終わったんじゃないの。のびちゃんどうする。まだあるよ、初期さんまだありますよ。どうします。使っちゃったか。お父さんがこの勝ったのはのび。